はい、えー、こんにちは、レトスのオーノです。6月9日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます。短期集中実用アップ講座の値上げまであと1日となりました。この講座を利用してどれくらい実力が上がるのか、過去の受講者様の声を参考にしてみてください。受講者様の声については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきます。ぜひご確認ください。今年はあなたに合格していただきます。一緒に頑張っていきましょう。 それでは本日の3問に入ります。表題部所有者である A から土地を買い受けた B は A と共同して B を当期名義人とする所有権の保存の当期の申請をすることができる丸かツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えはツですねえ。結論から言うと、え所有権の保存当期は A が行うものなんですね。 A が行う。A っていうのは、表題部所有者ですね。表題部所有者。A が保存登記を行うんですよ。で、今回の問題は、所有権の保存登記っていうものを、B が A と共同して行うと、こう書いてあるわけですよね。これ、間違いですよね。また、B を登記名義人とする所有権の保存登記。これも誤りですね。正しくは、A を登記名義人とする所有権の保存登記。これが正しいです。 しかもこれは単独で申請できます。A が単独で申請することができます。で、A が保存登記をした後に、A から土地を買い受けた B っていうのは、A と共同して所有権の移転登記を行うんですね。保存登記をすることによって、A が登記名義になりますよね。で、A から B に所有権の移転登記をする。その際、A と B が共同して行うと。 まず、表題部所有者って何かっていうと、登記記録の表題部、ここに所有者の欄に記載されたものを言うんですね。で、この表題部所有者っていうのは、表題部に記載されているだけで、権利部には記載されていないから、対抗力は原則ないんですよ。まあ、簡単に言うと、新築した際に、初めの所有者が誰かっていうのを表すだけなんですね。で、その後、表題部所有者が、 権利部の広区に保存登記をする。つまり所有権の登記をこれ初めて行うわけですね。そうすることによって対抗力を持つんだということです。流れとしては、まず最初、表題部に所有者を登記します。で、その後、この所有者が保存登記をするという流れなんですね。で、その後この保存登記をした人が、まあ人にね、売るっていうのであれば、飼い主に対して所有権の移転登記をするといった流れになります。 まあこの点ね、あの、基本的なところなので、しっかり頭に入れておきましょう。で、問いにですね、法人の役員のうち、障害の罪を犯したことによる罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば免許を受けることができる、丸か罰かという問題です。で、これ答えは、丸ですね。法人の役員または政令使用人が、刑法の傷害罪により、罰金刑に処せられた。 この場合、刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過したら免許を受けることができるんですね。まあこれは基本中の基本です。なので絶対解けるようにしておきましょう。まあ意外とね、この刑の執行終わりとか、刑の執行を受けることがなくなった日、これ理解していない方いるんですけども、この点については短期講座で解説させていただきます。で、問いさんです。建築物が第一種中高層住居専用地域と 第二種住居地域に渡る場合で当該建築物の敷地の下半が第2種住居地域内に損するときは当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定による北側高さ制限は適用されない丸るか×かという問題ですまずちょっと問題部の状況なんですけどもまず建物が中高層住居専用地域と え、住居地域に渡っているっていう話ですよね。なんで、まあ、図としては、ま、こんな感じなんですよ。建物があって、建物が中高層住居専用地域と、まあ、住居地域に渡ってますよ。っていう感じなんですよね。で、この建物の敷地の下半が第二種住居地域内にあるってことなので、これを敷地と考えるとすると、この敷地の半分以上が住居地域に当たるんですね。だから、ま、こんなイメージなんですよ。住居地域の方が多いですよね。 ま、こんな感じですと。で、この状況で、この建物に対して、北側高さ制限は適用されない、丸か罰かという問題です。で、北側高さ制限が適用される用途地域っていうのは、低層住居専用地域と、田園住居地域、および日益性の適用がない中高層住居専用地域なんですね。なので、ま、この3つです。低層住居専用地域、田園住居地域、日益性の適用がない中高層住居専用地域と。 まあこの3つですと。このように今回建物が2つの用途地域に渡っていますさらに敷地も2つの用途地域に渡ってますねこういった場合北側高さ制限えどうやって適用させるかというと建築物が2つ以上の用途地域に渡る場合北側車線制限は建物の部分に属する用途地域ごとに制限が適用されますと書いてありますつまり建物の部分ごとに適用するわけだから ここの部分については中高層住居専用地域の制限が適用されて、この右側の部分については住居地域の制限が適用されるっていう話なんです。で、今回、北側高さ制限っていうのは住居地域、ここでは適用されませんよね。で、一方、中高層住居専用地域については、日英規制の適用がない場合は、北側高さ制限の適用があります。 つまり今回の建物についてはこの部分について適用されないわけではないんですよね。適用される場合があります。よって答えはツということになります。まあ、この点はしっかりルールを頭に入れておきましょう。そして初めにもお伝えをした短期集中実用カップ講座の値上げまであと1日となりました。効率的な勉強ができれば今からでも間に合えます。 で、先ほどの問いさんの問題とかもやや難しい問題なんですよね。難しいというかややこしい問題かな。あの、ちゃんとルールを理解できていないと、まあ関連問題とかどん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 間違えちゃうんですよ。だから、そういった関連ポイントをちゃんと一緒に頭に入れるってこともすごく重要なんですね。で、短期講座ではそういった関連ポイントも合わせて勉強していくというような勉強の仕方をとってます。なので、ボンミスも防げるわけなんですよね。このボンミスを防ぐってすごく重要で、 どれだけ勉強してもボンミス防げない方って非常に多いんですよそうなってくるとどれだけ勉強しても合格点取れませんのでなので今年の合格不安があるなっていう方はぜひ短期講座ご検討ください短期講座はこの動画の下の概要欄からご確認いただけます今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょうあなたの受講をお待ちしておりますレトスの者でした